酒はまあ、煮魚をするには欠かせない調味料の一つなんですが、酒の量で煮る時間の調整という感じの考え方です。上まで火が通るようにちょっと落とし蓋をしてあげると、こう煮汁が上まで上がってまいりますんで。東京の大岡山にあります日本料理店佐藤の店主佐藤亮介です。今回はカレイの煮付けをご紹介いたします。まず最初の、手順としては霜降りと言いまして、一度湯引きをするんですが、このこちらにありますカレイにお湯をかけていきます。まあ、本来ですとお湯につけて冷水に取ったりとかするやり方が正式なんですが、まあ、ご家庭とかでやる場合は大変ですので、このようにボウルにまず入れまして流しに置き、それから、沸いて少し冷ましたぐらいの、お湯、まあ、80度ぐらいのお湯を、かけます。そしてそうすると皮が縮んで、こうこのようにちょっと周りが白くなってまいりますので、こうしたらまあ水をかけます。冷たくしたくなりがちなんですが、そこまで冷たくしないで、ちょっとぬるい状態の時にこういったナイフのようなもので軽く水を流しながら、ついた鱗を完全に取り除くようにしてあげると、きれいにこう鱗が流れていきますので、まず先ほど霜降りしましたカレイを煮ていきます。今これは生姜の皮の部分なんですけども、こちら先に何枚か敷きました。そこに先ほどのカレイですねを並べます。で今日は一応付け合わせではないんですが、こう添え物としてごぼう、ご用意しております。じゃあもう一緒に煮ていきます。まずこれで、下準備の完了です。そこに、調味料を入れてこれから煮ていきます。まずこちら酒です。酒はまあ、煮魚をするには欠かせない調味料の一つなんですが、まあ、中にはお水で割ったりされる方もいるんですが、まあ、酒だけでやるとやっぱり断トツに美味しいです。火をつけます。まあ、加減によって鍋の大きさとかカレイによってはちょっと調節しながら、だいたいこのぐらいですね、上までいかないぐらいの、まあ、切り身の形状とかにもよって多少増やしたりもしますけれども、酒の量で煮る時間の調整という感じの考え方です。ちょっと経ちますと沸いてきますので、そうするとだんだん火が入って、アクが出てきますので、そちらアクは取ります。ちょっとこういう落とし蓋をしたりもするんですけども、でこのように沸いてきますと、だんだん煮えていくので、ここに調味料を入れていきます。まずお砂糖です。これは後で足せますので、実際はそんなにちょっとずつ入れてってください。後で逆に引くことはできないので、ここで入れすぎるとしょっぱくなったり甘くなったり調節効きにくくなりますので、お水を埋めても美味しくなくなりますの でこちらはお醤油です。濃い口醤油です。濃い口醤油もこの大体加減ではありますけども、あともうこれは本当は上がりに入れてもいいんですが、たまり醤油です。たまり醤油というのはちょっと長時間熟成させた色の濃い塩分は少なめの醤油になります。こちらあるようでしたら本当はお使いいただけると美味しくできると思うんですけども、これで色の調整をしてきます。味はほとんど変わりませんので、味は濃い口醤油、色は、
このたまり醤油と、まあ、今から入れるみりんですね。これみりん、こちらはうちで使ってるのは今アルコールを煮切ったものではあるんですけども、で、まあ、あまりアクが出ない場合はそのままでもいいんですが、だんだんやって煮てるうちにちょっと出てくるので、一応軽くすくってあげます。で、上まで火が通るようにちょっと落とし蓋をしてあげると、こう煮汁が上まで上がってまいりますんで、この感じですね。こうそうすると、ひっくり返さずともこう上まで火が通るという、そういう仕組みです。で、ちょっとしばらく煮えましたので、ここで一度味を見ます。まあ、先ほども言いましたけども、お水を入れたりすれば、まあ、多少お安くはできるんですが、もうおすすめとしてはやっぱり酒一本で。で、お酒にもいろいろありまして、料理酒というのを使うと、まあ、酒税法の関係でお塩が入っていることがありますので、それは、使っておりません。清酒を、あくまでも清酒と言いまして、まあ、日本酒です。お酒、お米だけでできた、ものとか、まあ、アルコールは入っていても、お塩の入ってない料理酒ではない清酒を使っております。これだけで煮るとお水で割ったよりも美味しくできますので、こちらをおすすめしております。で、この辺まで来ましたら、一度落とし蓋を外しまして、かけていきます。煮汁をかけ回すというところになります。まあ、なぜこれをするかと言いますと、かかって乾く、かかって乾くの繰り返しになりますので、照りが上がってまいります。で、まあ、火加減に関しては常に、まあ、中強火で、ずっとやっておりますが、割と強めの火で仕上げていただいて結構かと思います。もう短時間でさっと煮え花をいただくのが、つゆをつけながら召し上がっていただくのが煮つけですので、このような感じでいいかと思います。そろそろ仕上がってまいりました。で、ごぼうにも火が入って、魚も火が入って、タレも煮詰まり上がってきましたので、この辺で盛り付ける準備に参ります。魚が煮上がりました。盛り付けてまいります。骨付きですので、今回は、調味料を足しながら作っていきましたが、これは骨付きでしたので、そのようにさせていただきました。骨なしの魚の場合は、あらかじめ、表記の分量、まあ、おおむね目安の分量を記しておきますが、そちらの分量を目安にしていただいて、合わせた状態のものを入れた方が身が崩れにくいですので、まあ、切り身の場合、特に骨のない切り身の場合はそちらをおすすめします。煮汁をかけます。煮付けはやっぱり煮汁があって煮付け、まあ、つゆをつけて食べますので煮付けという名前なんですけど、つゆがないと、いけませんので、つゆがあります。で、今回周りの生姜の中の生姜で、針生姜をご用意しています。まあ、こちらはあってもなくてもですけども、あったらあったで、見栄えがよろしいですし、味も整いますので、まあ、あればご用意ください。カレイの煮付けの完成です。ぜひお試しください。今回は新、ごぼうを、漬けましたが、季節によってお魚もいろいろ出てまいります。春でしたらタケノコを添えてもいいでしょうし、いろんなものが、お魚も冬でしたらブリとかもあると思います。人気の献立だと思いますので、割と短時間にできますので、ぜひお試しいただければと思います。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button.And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!